ございます。赤星。赤崎。せよ。赤星お願いします。お願いします。さあ、始めていきましょう。今回ですね、東京アマンマルさん、おばさんの特製おばじろうのセカンドということでですね、はい、リニューアルしたおばじろうをまた送っていただいたということで、ありがとうございます。早速準備していきますね。今回も麺、油、豚入り返し、だしスープなんかを送られてきまして、で、ニンニクと卵なんかを用意しておりますね、はい、何かがありませんね、何かがね、ありませんでしたね、まあ、ゆっくりね、ちょっと見ていきますけども、はい、豚さんはですね、たこ糸でちゃんと巻いてある、これも自家製ということでね、やっていきますね。ただちょっとあの3人分今回送っていただいたんですが、はい、ちょっと豚の量はあ、まあちょっと小さめだったということですよね。少しね、まあ1人1枚ずつぐらいで、やっぱ不思議で、やっぱ肉眼で見たものをまた映像で見てるから言うことないっすね。さあ、そうっすか、みんなで作ったからね。いやいや、どうだったかというのをね、見ていきたいんで、まあ湯揚げと麺揚げして、これ大体3分間なんですが、ね、重みがまあ、そう最重量級でしたからね、麺自体がかなり太めの麺だったね、太めでございました。はい、スープも大量に巻いたんですよね、ものすごい重くて、渡していただいて、そのまま後で2杯飲めるんじゃないかぐらいの量をいただいております、今回はね、それぞれ3人分に分けております。さあ、そして麺ですね、これね、一番右が一応、背負麺、背負麺ですね、で真ん中、これ赤星麺、はい、赤星麺ですね、そして左が、まあ、家系に特化したという、まあ二郎系でもあるんだ、あるっちゃある、器はね、池袋二郎も青ですけど、ザキ麺ですね、はい、で分量真ん中右左と、まあ、ちょっとバランスよくね入れておりますが、ね、さあ、そして盛り付け、今回先ほど足りないといったものね、あれですよ、あ、何だったんですか、気づきませんか、全然思わない野菜抜きということです。ああ、そうか、ね、野菜抜きって食った覚えしかないわったからさ、足りないとか言う感覚ないんだよ。ああ、そういうことか、普通の当たり前すぎて、ね、作ったもん見てるから普通の二郎ではなく、野菜抜きのニンニク、油でございますね。ちょっと見ていただきたい、真ん中に何かこんにゃくのようなものがね入ってるかのように思いますが、はい、これは骨付き肉をほぐした肉がちょっと、骨が入っちゃってたんですね。ビジュアルはちょっと野菜抜きの新大田二郎にも少し似てるよという、あ、まあ、確かにビジュアルでございますね。前回1人分でしたが、今回は3人分がっつりいただきます。ありがとうございます。おばさん、ありがとうございます。おばさん、ありがとうございます。いただいていきます。いただきます。いきましょう。いただきます。さあ、どんな食事なんでしょうか。まずは僕はスープからいただきました、はい、ね、結構な皮乳化でしたね。そうですねちょっとこう豚臭さは控えめになって、うわー、洗練されたという感じがいたしましたね。醤油感もちょっと上がっててね、見た目だけでなく味もちょっと新大体っぽいっていうか、まあハスミっぽいよね、もうね、この時点で。そうですね、麺の感じがね。さあ、そしてその麺ですがいやいやいや、バキバキラーメンの枠なのかこれはっていうね、作る時にパスタマシンがぶっ壊れたらしいんです。すごいな王将も使用した中華麺、壊してまでね送っていただいて、小麦以外にもなんとそば粉をブレンドして王将っぽくしたということです、うん、はい、さあ、そしてお豚様はですね、肩ロース肉を柔らかく仕上げており、甘みを備えた丁寧な仕上がりでしたね。やはりね、いや、めちゃめちゃ美味しかったです。これはいい仕上がりをしたなという豚さんでございました。あ、そして油もね、骨付き肉先ほどほぐしたと言いますが、あえて豚カス油を、まあ、投入していると、うん、まあ、手間はかかりますけども、こだわりは妥協なしということでね、ちょっとこうゼラチンが多めな感じだったんで、コラーゲンレベル増加ということでね、コラーゲンレベル、この何か違和感あると思ったら、俺ら前回は知らねえんだおばさんのね、おばじろうってことでね、うわ、札幌か、旭か、キリンか、はたまた恵比寿か、おばじろうにはやっぱこれですよね、ハイネケン。ハイネケンかい。そうだ、ちょっと栓抜きあったんだ、あとね、ワインのコルクも開けれます。うん、夕方ですからね幸せですね。海外か、え、いや、僕もね、やっぱおばじろうは海外かなと思ったんですよ。やっぱりバドワイザー、バドワイザーかい。いただきます。
お、よいしょ。ああ、合うね。合う。で、日本とのやっぱり違いはあるんですかね、それぞれ。スッキリ度が高いっていうのはある、ね、そうね、やっぱり海外の方が、うん、ちょっと喉乾いちゃいますよね。あれ無理じゃないですか。水曜日の猫です。あ、ビール、ベルギーのホワイトビール。よいしょ。いいです。ああ、飲みやす。クリーム。はい、という感じでね、はい、ビールのターンでございましたが、珍しいですね、ボスさんがビールの。一応飲まないんですけどね。はい。てか初登場じゃないですか、マシマシ TV では。なんすか、一人娘が巣立ってた。いやお祝いのやりがちだけどパパ、まだ一人息子も二人息子もおりません。一人娘もおりませんけども、トヨが言ってる間にニンニクを超えてネギランオーまで行っちゃってますね、これね。ネギランオーはね、これ自分で用意してる。はい、こちらもオリジナルトッピングということで、うん、せっかく、ね、深谷卵を使ったんで、深谷ネギと合わせてですね、うん、北埼玉コラボをね、やってよかったんだけど、うん、ちょっとネギはノーマルタイプ、ささやかな楽しみというか、大丈夫、ありましたが、あ、そこでまた強みの猫は、また変わり種のやつを一発目からいきますね。分かりましたよ、こうラーメンとビールが合うみたいなことが、あ、本当ですか。ちょっと分かった気がします。はい、だから俺ビールを飲んだ回数が人生で10回あるかないかだから、あ、その1回がこれ。いや、もう本当に数えるぐらいしかないんでね。あ、でも組み合わせ的には良かった。ごちそうさま。いい機会になりました。はい、ということで、ごめんなさい。いやー、今回もめちゃくちゃ美味しかったですね。いや、うまかったっすね。やっぱり我々で野菜を用意せずに、はい、そのおばさんが作ってくれたあのスープ、麺、豚、そのものを味わってみるというのもやっぱりいいもんですね。どこかでエビの味がしましたね。エビの味は全然分かんなかったですけど、あの麺はさ、あのちょっとハスミっぽかったじゃないですか、はい、ものすごく。で、ハスミで言えばエビじゃないですか。だから、あながち間違ってはない。これヒントになってるってことですよ。次回への何か駆け足になるかもしれない、エビというワードが。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうでした。Thank you.